巨人は9日、坂本勇人内野手、32、が、右手星、親指末節骨を骨折したと発表した。この日のヤクルト戦、東京 D5 回無視1・2塁、1塁走者で、牽制の帰塁の際にヘッドスライディング。その際に、右手指が1塁ベースについてしまう形になり、苦悶の表情を浮かべ右手指を気にする仕草があった。そのまま走者として、プレーを続行したが、攻撃が終わると、選手交代が告げられ、代わって遊撃には吉川が入っていた。